フアンマヌエル・フアンマ、リー・ジョ・ディエスは、スペイン・トロサ出身のサッカー指導者。現在は、プレミアリーグのマンチェスター・シティ FC のアシスタントコーチを務めている。15歳で指導者の道に進んだ。1995から96シーズンには、UD サラマンカにおいて、プリメーラ・ディビシオン最年少監督として、注目を集めた。しかし、同シーズンは最下位で降格となっている。 レアル・オビエド、CD とニリフェ、レアル、サラゴサなどでも、好成績は残せなかった。2005年、メキシコのドラドスで、シナロア監督に就任するも、シーズン途中に辞任。この際、オビエド時代から進行があり、指導者養成学校に通っていたジョゼップ・グアルディオラを、クラブに招いた。2008年4月、セグンダ・ディビシオンのレアル・ソシエダ監督に就任したが、 昇格を達成できなかった。2009年12月、ウーゴ・サンチェスの後任として、プリメーラで低迷する、ユーディ・アルメリア監督に就任し、パスワーク主体のサッカーで13位、残留に導いた。2010年11月21日、FC バルセロナに0の8で、歴史的大敗をしたことが原因で、チームから解任が発表された。この試合は、 リー・ジョーシとアオグ・グアルリオラとの対決でもあった。その後は、コロンビアやチリ、スペインで、監督や、アシスタントコーチを務めていた。2018年9月17日、J リーグ・ビッセル・神戸監督就任が発表された。就労環境が整うまでの期間は、林健太郎が、暫定的に指揮を取ったが、このうち9月29日の J1 第28節。 カシマアントラーズ戦ではコーチとして役員登録され、ベンチ入りした。その後就労環境が整い、10月4日にリージョ体制の指導が発表された。2019年4月17日、私と家族にとっては、こうすることがベストと本人の意向により、神戸との契約を解除した。2019年8月18日に、 中国高級リーグのチンタオ公開の新監督に就任。クラブをスーパーリーグ昇格に導いた。ありがとうございます。